皆さんこんにちは、ミレイです。今日は私が毎日やっている簡単な巻き方を紹介したいと思います。とっても簡単な方法なので、ぜひぜひ皆さんもこの方法を試してみてください。では行ってみよう。はい、ではブラッシングで髪を溶かしておきました。いつも使ってるのはこれ、ミルボンのエルジューダエマルジョンヘアトリートメントです。これをつけます。これぐらい、内側が傷みやすいので私は内側からつけてます。美容師さんにおすすめしてもらったトリートメントで、香りがとってもいいので愛用してます。はい、なじませました。そしたらコテです。これはヘアビューロンの34ミリを私は使ってます。温度は120度に設定してます。そしたら私は内側から巻いていきます。内側から内巻きにバンカールを全部入れていきます。毛先を全部ワンカールにします。まあ結構適当にワンカールにします。数年前まで私全然巻かなかったんですよね。毎日仕事とベリーダンスに追われてるのでそんな時間なかったし全然巻いてなかったんですけど、その時数年前にとある美容師さんに出会って、その美容師さんに説教というか熱く語られたことがあって、メイクとか洋服とかこだわってるのに髪をこだわらないなんてダメだみたいな、髪の毛ですごく印象が変わるから髪の毛もこだわれみたいなことを言われて、それからまあ、チェッとか思いながら髪を巻くようになったんですけど、それから髪を巻く習慣がつきました。はい、全部内側にワンカール巻いていきます。毛先をワンカールにしていきます。はい、なんかこんな感じでワンカールにしました。そしたら顔周りを巻いていきます。この顔の横の部分を外巻きにします。で外します。でこの表面の髪を外巻きにしていきます。はい、表面を取って巻いていきます。外巻きです。でまあランダムっていうか適当に表面を取って外巻きに巻いていきます。で自分じゃ巻けませんみたいな人っていると思うんですけど、まあ、コテも慣れなので、慣れたら巻けるようになるので慣れましょう。はい、じゃあ反対ですね。反対も顔周りを外巻きにします。
で最初は下の方からカールをつけると失敗しにくいと思います。滑らせて下の方からカールをつけて巻くで外す。はい、そしたらこの耳の上のこの毛の部分を巻いていきます。ここを巻くとボリュームが出てとてもいい感じになるって美容師さんに教えてもらって、ここを必ず巻くようにしました。ここも外巻きにします。で、耳の上は割と根元の方から巻いています。反対です。反対の耳の上の髪、でほぐします。前髪はシースルーにしていて、まあ、このままでもいいと思うんですけど、巻きたかったら温度を落として軽く巻きます。くるんってなりやすいので軽く巻きます。で、ここの分け目をいろいろ変えると大人っぽくなったりとか、ちょっと可愛らしくなったりとか、センターで分けると可愛らしい感じにもなるし、あと横で分けると大人っぽい感じにもなるしっていう感じです。はい、完成です。どうですか？簡単ですよ。毛先をワンカールにして、で、表面の髪を外巻きにして、で、この耳の上の髪を根元から外巻きにしただけです。で、私あんまりスタイリング剤つけないんですけど、ワックスとかスプレーとかつけたら持ちが良くなると思います。ぜひぜひ皆さんも試してみてください。じゃあねー、バイバイ。